ワイヤレスヘッドホン選びに迷っている方、快適なリスニング環境を求めている方、シンプルなデザイン、使い方も簡単、参考にしてください。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。多くの方々が使っているワイヤレスヘッドホン、音楽鑑賞はもちろん仕事や運動など様々なシーンで活躍します。しかし多くのワイヤレスヘッドホンは音質や機能、デザインなどどれを選べばいいのか本当に数が多くて迷ってしまう。そこで今回コスパ最高、入門機にも初めてのワイヤレスヘッドホンとしてもおすすめなこちらの商品を紹介していきます。こちらです。表、裏、サイド、開けていきます。クイックスタートガイド、こちらは日本語で書かれております。袋も入っております。こんな生地です。中、 3.5AUX オーディオケーブル、充電用のタイプ C ケーブル。では本体、おお、こんな感じです。LR と分かりやすいです。このヘッドホン、大容量のバッテリーが内蔵されております。2時間の充電で約100時間音楽を再生することができます。臨場感たっぷり 40mm 大型ユニット、こちら40mm の大口径です。このステレオドライバーと Bluetooth 5.3 チップにより接続遅延は最短 0.5 秒、大きい口径によって解像度が高いハイレベルなハイファイ音質を楽しめます。自然で伸びやかな中高音域、そして力強い低音域、有線無線どちらも使えます。まずは無線接続、 Bluetooth 5.3 技術により高速で安定した接続が可能。障害物がない場合の有効距離は約 10m まで、電力が不足している場合は付属の充電ケーブルを使用することも可能です。充電がこちらでございます。つなげて充電をしていきます。充電ケーブルはこれくらいの長さでございます。続いて有線接続、付属の 3.5mm オーディオケーブルを使ってスマホやタブレットなど直接つないで音を聞くことができます。ANC ノイズキャンセリング機能、このヘッドホンなんとノイキャンも付いております。周りの環境、低周波ノイズを正確に計算し、オフィス街、地下街など騒がしい環境にいるとき、音楽をより繊細に楽しむことができます。操作は簡単です。ここですね、こちらを2秒以上長押し、BNC 通話ノイズリダクション、電話をかけるとき通話ノイズ低減機能を自動的に起動してくれます。環境の雑音を遮蔽し、相手側に自分の声をはっきりと聞こえやすく通してくれます。シンプルな操作について、本体とても簡単です。電源ボタンは3つ分かれておりますが、一番端です。3秒間長押ししていきます。電源を切る際も同じく長押し。そして音量はですね、こちらマイナスプラス直感的に操作することができます。ちなみにこのプラスマイナス1秒以上長押しすることによって、前の曲と後の曲、こういった切り替えもできます。装着感抜群、密閉柄で軽量。じゃあ早速こちらつけていきたいと思います。はい、では早速つけます。右と左って分かりやすいですね。はい、あ、ふわっと抑え込まれる。こちら軽量で快適な付け心地、耳全体をすっぽりと覆う形状です。そのため遮音性もあります。重さは 197g、 人間工学設計の高弾性記憶面を使用、側頭部にかかる圧力を均一に分散してくれます。こちら長時間使用しても頭や耳で負担です。ちなみに両方ですね、変えましてそれぞれ 5cm、今こちら最大にしてみました。監督ですね、頭が大きいタイプなんですけども、あ、ちょっと狭めてもいい、こういった調整もでき、子供から大人までしっかりとフィットしてくれます。はい、じゃあ早速ですね、音楽をここから聴いてみたいと思います。まず電源を入れます。電源ボタンが長押し、パワーオンとガイダンスが聞こえますね。 Bluetooth 接続をしていきたいと思います。監督ラボの音楽を聴いていきたいと思います。おお、あ、いい、馴染みやすい、聞き取りやすい重低音がしっかりと響いてきます。ポコポン、おお、
はい、では続きましてで直接このケーブルを使って聞いていきたいなと思います。ケーブルにつきましては、はい、ここですね、ここにつなげます。やはり低音がやっぱ強めです。気持ちちょっと音質が良くなっている気がします。いかがだったでしょうか。有線無線ノイズキャンセリングにも対応、装着感も良くて密閉型軽量なのに臨場感たっぷりの40ミリ大型ユニット、2時間充電で約100時間も使用できます。他にもハンディフリー通話や2台のスマホ、ブルートゥースセットで同時に接続することもできます。この商品もし興味がありましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。シンプルにコスパいいな。本番いきます。よーい、様々なしワイヤレスヘッドファン、こちらでございます。このヘッ、大容量、障害、かっぽりと、ノイズキャッ、